志願者側の問題も結構重なったんですよね、はい、松原さんの思い描く形じゃなくなっちゃったって感じ。今日レントの誕生日でこれ撮影してる。全然フェードしてっていいなと思ってる。わー、そうなんですか。また始まりました、おじいちゃんね。さあ、今回、細井先生。はい、このくっせぇパーカーが臭い。なんか臭いんだよね。いや、ちょっとなんかね、まあいろいろあったじゃないですか。それ受験生版ですか。そうそう、はい。いや、もうどうなってんだっていうね、僕も分かんない状況ですけど。いやいやいや、ね、また森鉄がダダこねて、出るな、出んのに出ねえとかなんだか。いや、岩井さんがいたら出ないとか。いや、その段階は終わったから、もう。あ、終わったんですね。その段階は終わりました。はい、なんかもうね、いつもの赤ちゃんプレイで困ってたんですけど。違う。で、まだもう出れるってことなんですか。そう、全然、小橋さんから説明を受けまして。あ、はい、そのすれ違いがね、なんかあった。一体何があったんだっていうのを説明を受けたんで、はい、あ、そういうことだったんですねっていう。あ、まあ、岩井さん全然悪い人じゃないというか、はい、なんかサバサバしてるんで。そうですね、一番熱っこいのあったよね。でも言ったこと忘れちゃうじゃん、あの人でも。まあまあそれはしょうがないそうですね、まあまあいいんですよ、はい、まあ、そこら辺はなんかね、はい、バサバサっとなんか全体的にいい感じだったらいいんじゃねみたいな感じの人ですからね。はい、別に僕も話聞いて、ああそうだったんですねみたいな感じ。ああ、じゃあ小場所が取り持ってくれたわけですね。そう、はい、なんで全然なんですけど、まあ、ただね、松原さんも連絡取ってるんですか。連絡取ってます。え、じゃあ元気なんですよね、とりあえず。元気です、元気やってます、はい、え、なんか今後発表があるんですか。そうですね、多分この動画出る頃ぐらいにはまだあるかないかと思うんですけど、いや実際俺は本当に連絡取ってないんで。ああ、そうね。でけど一緒に松原さんとかと仕事してる人たちもいるじゃないですか。そう今、はい、その中走ってる人たちが、うん、その人たちはなんか松原さん元気ですよって言ってたんで、 あなんだ、単純に受験生も面倒くさくなったんやろなみたいないや、まあまあいろいろねあって相当メンタル来ちゃってたらしいんで。マジですか。はい、あんな立派なフィジカルされてるのに。そうね。そうね。そんなにちっちゃなハートなんですか。いや、ハート結構大きい方なんですけどね、ハートも。僕のってだってね、なんかあの脱毛で大炎上しましたね。そこ触れる。もう全然。もうこっち先出そうじゃん。いや、もうね。そうですね。で、松原さんちょっとどうなっちゃうのよみたいな感じで。でもな、まだ外でやっぱ受験生たちを救いたいみたいな気持ちはあるって言ってました。ああ、そうなんですか。へ、はい、なんかね、そんなにいろいろ志願者側の問題も結構重なったんですよね、はい、あの時 ね何件か重なって、やっぱりもともとそのキャパが大きい人じゃないから、うん、もう多分裏方業務だけでも結構な負荷だったと思うんですよね。そうですね。で、まあその辺なんか今岩井さんに変わったじゃないですか、はいはい、岩井さんはまあ人に触れるし、うん、割とごちゃってももう今までの経験でもうどうとでもならないみたいな、うん、なんとかなるみたいな感じの人なんで、それはいいかもしれないですね、はいはいはい、受け止めちゃうと結構重たいかもしれないです。あー、確かにそうですね。受け止めてしまうとね。そう、まあね、お蔵入りの動画が出たりとかね。そうなんですよそうなんですよ。そうそうそう、いいじゃん別にって話じゃないの。もうお蔵入りあるからね、あのシリーズね。そう実は何のために時間割いてるの。本当あれね、すごいなって思うんですけど。いや、すごいですよ。だからいろいろ、まあ本家よりもそのアクシデント率高いじゃん。あったり、あー、なるほど。事故りやすい。そうそうそう、いろんなね事故があったりしたんで、まあそういうのも重なっちゃっててね。ああ、やっぱそうなんですね。松原さんもいろいろなったんですけど、ただまあ受験生は救いたいみたいなのは言ってはいたんで、なんかやりましょうみたいなことを言ってましたね。なるほど。で、何を走ってんですか。それで、ただやっぱり同じになっちゃダメじゃないですか、そんなの。あ、受験生版単価下げるとね。それをやるっていうのはやっぱ違うと思いますと、僕としては。はい、それだったら、ね、だからその個人的にサポートするみたいな企画じゃないんですか。それでなんかただやっぱりこうドンとやりたいと。ああ、松原さん的には。はい、なんでそういうのをちょっとやりたいんですっていう話はしてて、じゃあ打ち合わせしましょうみたいな感じにはなってたんですけど、今日なんかやっぱあれなんですかね、その受験生版の方はちょっと松原さんの思い描く形じゃなくなっちゃったって感じなんですかね。そうみたいですね、うん、誰か引き詰めしてなるほどただまあ同じようなことをやるにしてもね、どうすんだみたいな感じで、いや結構難しいですよね。難しいと思うんで、うん、なんかね、あの令和の虎から竹野内さんがスピンオフしたみたいな、はい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 、あんな感じになるのもちょっとどうかと思いますよみたいな。確かに。え、実際けど森鉄チャンネルに結構まあ出てくれるじゃないですか、生徒さんたちが、はい、そうですね。あれってあんまり問題にならないですか。そうですね、うちはあのお蔵入りになったりとか。あ、うちはないですね。あ、そう、ちゃんとサポートしてます。あ、ただあれはありましたけどね、脱退したいはやっぱ出ちゃうんで。ああ、もうちょっとメンタル的に辛いみたいな。まあコメント欄
ランとかもいろいろあるじゃないですか。だからそういうのでね、まあなんていうんですか、大人よりもまあよりフラジールというかね、デリケートだと思うんですけど、だからそういうの絶対なんかやっぱりあの撮影なかったことにしてくださいとか、だから言ってくる子絶対いるんじゃないかなと思うんですけど。そうだと思いますね。うちはお蔵入りはないんで、あ、あるか、レントがあるわ、あれお蔵入りしてるの。あ、レントはない。あとはレント、レント2個お蔵入りしてるわ。もう妊娠発覚からお蔵入り。妊娠発覚して、そうですね、もうあの出さないでくれって言って。おお、なるほどね、はい。もうお父さんになるから。それでまあまあお蔵入り2本してるかな。ああ、なるほど、はい、まあまあやっぱそうなりますよね、はい、彼はお蔵入りします。最終的にもだから企画をやめますっていうのも僕一人でやるしかなかった。はいはいはい、はい、もう一切出さないでくれって言われたんで。なるほどね、はい、それはちゃんと守りましたけどね。まあだからありますよねやっぱりね、その、あ、今日レントの誕生日だ、これ撮影してる日。えそうだ今日だ、何の因果か知らないですけど。そう、やっぱりまあまあすごい、トマホークもそうだし、うん、明日の縄文人くんとか、はい、モゴくんとかも出てた。そう、みんなすごい気にしてる。やっぱあんだけみんなの印象に残ってる企画なんだなっていうか、キャラクターなんだなと思って。藤川くんもそうだし、レント君もそうだし、昨日木次かなんか連絡来たけど、いやすごいなと思って。すごい本当に。で俺らが社会人じゃないですか、はい、むしろそのお客さんとか取引先とかとの方がやっぱメインで、うん、まあ、YouTube ってなかなかにしてそんなその自分の中のね、うん、ナンバーワンコンテンツにはなり得ないわけなんですけど、はいはい、目の前の患者さんとかだから、どうしてもそのごめんなさいちょっと忘れちゃったわとか言うと、うん、忘れたんすかみたいなこと言われるんですよ、はいはい、そうレントのことをね、2回目収録の時俺本当に忘れてたから、あーみたいな、誰だろうと思ったらみんながそう、うわーみたいな、また来たみたいなこと言ってたから、え、また来た、1回会ったっけみたいな。確かに確かに。そうけど、そんなやっぱ社会人になると、うん、なかなかねそんな撮影であった方々全員めちゃめちゃ印象濃く覚えてられるかっていうと、うん、まあそうでもないじゃないですか、うんうん、だからそれだったら自分のね直接生徒のことを覚えてあげたいなとか、うん、患者さんのことを覚えてあげたいなと思っちゃうんで、だからみんなすっごいよくこう脳裏に染みついてるから、うん、インパクトやばかったんだなと思って。そうね、すごいですよね、すごい人だったんだな。まあでもその焼き付く原因を作ってる人ですけどね。いやいやどう考えても。いやまあそれはね、だってせっかく出てきていただいて、うん、全く見られない動画出す方が失礼かなとは思いますけどね、うん、その勇気出して来ていただいてね、うん、まあ賛否両論あるのは分かりますけど、賛否両論すら起きない動画ほど意味のないものはないですもんね。確かに確かに、うん、だから僕らどっちかっていうと、なんていうんですか、ゲストをお迎えする立場なので、うん、まあちゃんとねそれなりに言うこと言うし、まあ、言った結果盛り上がって、うんうんうん、動画がちゃんと見られてね、まあ、出てきた勇気にこう報いてあげるというかね、大事だと思いますけどね。なるほど、確かにそうですね。そう、まあ、出てきて何も見られなくて、そうそうそう、ね、俺はちょっとかわいそうじゃないですかね、うんうんうん、だったらね、学士ローン組みに行った方が一番いいんじゃないですか。まあそうですね、そうですよね。そうそう、別に誰にも知られたくなくお金欲しいんだったらローン組みに行った方がいいですよね。はい、いろいろあると思うんでね、そうね、この留学のね編入の人とかも出てましたしね。ああ出てましたね、はい、誰かから DM 届いてました、もう絶対見なきゃ意味ないんですみたいな。あ、英語の点数とかの誰も凄さ分かってくんないんすかとかってなんか、いや本当にだからああいう案件に関してはだからもうやっぱ盛り鉄いないとやっぱ力不足ですよね。誰も分かんないんで、そうなんです、留学の中で例えばその留学して大学が変わったりとか、はい、なんかプレスクールだかミッドスクールだか分かんないですけども、そういうのがシステムが分かんないんでね。そうなんですよ、コミュニティカレッジから4大に行くっていうのとかね、そうなんですよ、分かんないとね。あれってそう、僕志願者リストを僕は見てたんで。あ、そうなんですね。だから編入とかめっちゃいるんですよ。結構いるんだ。めちゃくちゃ多いです、海外超多いです、あれ。海外のその要はさっき言ったコミュニティカレッジから普通のカレッジに行きたいみたいなのもありました、普通に、あったし、もうほんといろんな国、アジアの国とかもいっぱいあったんで、はいはい、なんでほんといろんな人いて、それでやったらいいんじゃない、それだけで。確かに、まあまあ確かにそれもありかもしれない、海外版、ね、英語圏のね、英語圏版っていうのもありかもしれないですね。いや正直だって誰もその経験をしてる人がいない、留学してる人がね。うん、そうね、そうするとちょっとかわいそうですよね、うんうん、まあまあ松原さんがね離れてしまいましたけど、ただまあ松原さんがやる気はあるって言ってて、だからまあ同様の企画をってことですよね。なんかやりたいっていう話をしてて、で一応まあ多分ここから P になっちゃうだろうけど、はい、一応だ
おお面白そう、はい、やるんですけど、ただコロナがあまりに広がっちゃって進まないんですよマジで。それはちなみにその新チャンネルでってことですか？いや多分うちで直すと思いますよ、やるんだったら。あなるほど、だこう対立関係をまあした方がお互い伸びやすいし。確かに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 っていうので。いやいや僕も全然あのなんていうんですか、あっちの受験生版全然フェードしてっていいなと思ってるんで。ああそうですね。いやむしろむしろそうですね、なんですか、頼り気になっちゃうんですよねやっぱり、うんうん、ドラゴンがいないと。はいはいはい、そうだね。そうけどそれって別に正しい形じゃないというか、別に俺目立ちたくてやってるわけじゃないんだけど、やっぱりエッジ聞く人がやっぱいないから、うん、まあ出ちゃってる、ね、出しちゃってるっすけど、やっぱ俺がいなくなれば誰かがエッジ聞かさなきゃいけないってなるんで、まあその方が虎側の成長にはなるとは思うんですよね。なるほどね、うん、ヤマビとかがまあ生まれながらにしてね、ゴミ箱みたいな3枠ゴミ箱みたいなすごいこと言ってる。そうですね、だからやっぱり彼はゴミを受け入れる側であって決してゴミを吐き出す側ではないと思うんですけど。なるほど、ということでしょ頑張ってください、はい、はい、頑張ってね。俺英語頑張ります。そうだ、これから英語企画やってきますので細井さんの、そちらもぜひ見てください。エマ・ワトソンナンパします。これむずっ。おーむずい。そういうの本当やってないどっちでオーノーみたいなこと言ってたよね。えちょっと待って待って、オーノーマジやめてほしいわ。